どうもお疲れ様でございます。隠居ポイ活ポイント活動の時間でございます。今回はね、年会費無料のカードなのに7万500円がもらえるクレジットカード作成の話でございます。こんなのは聞いたことないです。でアップサイダー法人カードっていうんで、法人をお持ちの方限定だとは思うんですけども、今ねこの情報が飛び込んできてほんまかいなと思ったんですけども、どうも本物ですね。でこのアップサイダーカードっていうのは法人カードなんですけども、最大で10億円の限度額ということですね。でカードの追加発行も0円っていうことなんですよ。で判定5分ほどでできると、有効ポイントが60日ね、これで反映されるってことなんですよ。だから私現玉ね、長い間やってなかったんですよ。速稼塾さんっていうね、ゼロポイントの、ほんと放置してたんで現玉は。でもこの情報が現玉から入るんだったら現玉再開してもいいなと思って始めるところでございます。まあグダグダ言ってますけども、とにかく法人をお持ちの方でしたらね、このカードは絶対ですよ。7万ですからね、7万500円ですよ。でこれはカードを作成を依頼してアクティベートって言って、これアクティベート完了しなくちゃいけないんですよ。後払いプラン申し込み後30日以内の発券ですからね。これはすごい。でサービスを利用して7万500円ゲットしましょうってことですよね。いやこれは作るでしょ。クリックして、はい、この先はアップサイダー法人カードのサイトに移動します。移動したポイントサイトでポイント獲得条件を満たしていただくと7万500円相当を獲得いただけますって書いてますんで間違いないですね。はい。でこれはね、普段ね、普段3万6000円、普段もでかいですよ。3万6000円ですからね。これが今回倍になるってことなんで、多分予算がなくなるまでの間だと思いますんで、すぐ終わっちゃいますよ、すぐに。はい。ですんでね、早くやってください。でまだ現玉に登録が済んでない方はこの友達紹介で貯めるっていうのがありますけどね、ぜひね友達紹介のバナーから見ていただきたいんで、こちらをね、私の紹介コードとして動画概要欄に貼っときますので、ここから、現玉にこう登録していただいて、さっきのね7万500円ゲットしてください。7万ですからね。私もね、現玉ほっといたんですけども、これだけのためにやりますよ、もう。現玉、久々に。はい。それでは、よろしくお願いします。